誕生日企画の今日当選発表の回になります。3月の誕生日の方の当選発表をやろうと思います。今回もですね、たくさんの応募が来ていました。応募してくれた方ですね、ありがとうございます。はい、じゃあ26番の方です。ということでですね、26番の方がどなたなのかちょっと調べます。26番の方ですね、お住まいが東京都の足立区です。お誕生日が3月6日、3月6日ですね。お名前が B さんです。 B さんです。 B さん、おめでとうございます。 B さんですね、欲しい景品がスクイーズの詰め合わせ、スクイーズの詰め合わせだそうです。欲しい景品の細かいやつがスクイーズが大好きなので、スクイーズなら何でも喜ぶかと思いますということです。メッセージをいただいております。こんにちは、毎回 YouTube 見ています。店舗にも遠いですが月2回は通っています。年賀状もありがとうございました。子供がエブリデイが大好きで、3月が誕生日なので内緒で応募して当選したらサプライズで驚かしようと思っています。これからも YouTube と頑張ってください。当たりますようにということです。ママさんがお子さんのためにサプライズでということで応募してくれたらしいですね。サプライズでやりました、よかったです。ママさん当たりました。スクイーズ大好きなリーさんのためにちょっといろいろ探し回ろうと思います。スクイーズの詰め合わせっていうことなんで、まず最初はこちらのスクイーズから、あの可愛らしいどら焼きのスクイーズを取ろうかなって思います。見るからに美味しそうなやつなんで、こちらを最初は取っていこうかなって思います。1回目いきます。はい、最初はですね、やっぱりあのピンク色のほら桜っぽいやつ、もうすぐ桜が咲く、もう咲いてるのかな、春を意識した色合いを考えてこちらをどうでしょう。あ、いい感じいい感じ。これでもう 3,4 回くらいで撮りたい。やば、もう次で撮れそうじゃない、今回やばい、結構撮れそう。ちょっと待って、ここすごい慎重だから普通に間違えたよね。これね、斜めになる、やばいね。取れてほしい。大丈夫、あとちょっと微調整すればもう次で取れるから大丈夫です。3回目いきます。もうね、次で取れるから大丈夫な感じ。あのね、食感がめちゃくちゃしっとりしたどら焼きって感じでいい感じです。はい、次のやつ見つけます。次がこちら、このネオミニに入ってるたい焼きのスクイーズですね。やっぱりたい焼き美味しいからね。ドラえもん気がしてどら焼きとあのたい焼きっていう、このいい感じな美味しいやつを狙っていきます。1回目いきます。やっぱりあれですね、桜の季節だからピンクを、これでぜひ、いやもうね、取りやすいからいけるよね、遠くでもね。やばいんじゃない？あー、ちょっと待って待って、はー、マジか。みーさんきっとあれかな、ピンクじゃない方がいいのかな。たい焼きくんゲットです。春を意識した彩り縛りできてるんで、ちょっとこのまま縛りを続けたいと思います。
らです。ポテトとハンバーガーですね。Dさん、このね、甘えだけじゃお腹空いちゃうんで、こちらのガッツリ系も必要かなって思うんで、これを狙っていきます。狙いは、あの緑色のあのポテト、あれを狙います。やっぱ甘いもの食べたらしょっぱいの食べたくなっちゃうからね。あー、ちょっとハンバーガー、ハンバーガー、あね、位置的にハンバーガーがちょっと邪魔なんですよね。あれでビニールに引っかかって、もういい感じでゲットみたい。やばくない？やばすぎ、やばくない？マックのポテトのポテト、こちらでちょっと甘いものの後のしょっぱいのを挟みました。あと2回で取れそうなやつを取っていきます。最後はこちらですね。スイートポテトの中に入ってる、まだ回ってきてないんですけど、あちら、あの最後はデザートのショートケーキ、もう後半は桜とか関係なく、もう食べ物で、はい、こちらを狙っていきます。ちょっと待って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 、どうしようかね。最後の回数で全て全力をかけて取ります。しました。なんか春とか桜縛りって言ってたけど、最後は食欲に負けて食べ物縛りになりました。リーさん、こちら送るので、届いたらぜひコメントして、届きましたよっていうのを書いてくれるととっても安心します。この子たちも安心するんで、ぜひコメント待っております。4月の誕生日の方の応募が始まりますので、4月誕生日の方ぜひ応募してください。概要欄に応募フォームがあるので、ぜひそちらで応募してください。ということで、リーさんおめでとうございます。こちらを送るので、楽しみにしてお待ちください。はい、ということで今日は終わります。また見てね、バイバイ。やっほー、チコハイだよ。みんな動画どうだったかな？楽しく見てくれたかな？楽しく見てくれたら、いいねとかコメントとかいっぱい待ってます。チャンネル登録もしてくれるとすっごい嬉しいです。明日の動画も楽しみに見てね。バイバーイ。